エミネムはアメリカ合衆国のヒップホップ MC、プロデューサー、俳優。身長173センチメートル。エミネムというステージネームは本名のイニシャル M&M を早口にしたらエミネムになったというものが由来とされる。また、スリム、シェイディという同化詞の別人格が存在するとし、スリムあるいはシェイディという名前が歌詞にも頻繁に登場する。 スリムシェイディのコンセプトを思いつく1997年、以前から自身をエミネムと名乗っており、初期に M&M の名で活動していた。エミネムは全世界で2億2000万以上のアルバムシングルを販売した史上最も売れたアーティストの一人であり、史上最も売れたラッパーである。グラミー賞を15回受賞し、アカデミー賞を1回受賞している。また、彼は9枚のアルバムを ビルボード200で連続してナンバーワンでデビューさせた唯一のアーティストでもある。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第83位に MTV が選ぶ史上最も偉大な10人の MC ランキングでは KRS1 やラキムなどが並ぶ中堂々の9位に選ばれた。また MTV が選ぶ2010年の 最もホットな MC ランキングでは前年の県外から堂々の1位に選ばれた。ホーブスが2018年に調査した純資産総額は1億ドル以上となっている。アメリカ合衆国ミズーリ州セントジョセフ生まれ。高祖母は1870年代にアメリカに渡ったスコットランドからの移民。その他ウェールズ、イングランド、ドイツ、スイス、ポーランド、 ルクセンブルク人の祖先を持つと推測されている。幼い頃から極貧の環境に育ち、父親に捨てられ、母親からはひどい仕打ちを受け続けてきた。12歳の時まで、カンザスシティとデトロイトを母親と共に2、3ヶ月ごとに、転々と過ごす。友達もできず、仲間外れにされ、いじめられ、自殺未遂も経験する。悪環境の中、自然とアフリカ系アメリカ人層や、 ヒップホップに親しむようになる。14歳頃から本格的に MC として活動し始め、黒人優位のヒップホップ界において白人ながらいくつもの MC バトルコンテストに挑戦する。中学校時代3回留年している。1996年に自主制作アルバムインフィニットをリリース。謎やエジの影響を受けた、この作品はあまり注目されず。 70枚しか売れなかった。1997年、自主制作 EP、ザスリムシェイディ EP が2万枚の売り上げを記録、ロスで行われたラップオリンピックに参加し準優勝した。注目されつつあったエミネムは、翌日、西海岸のヒップホップラジオショー、フライディナイトフレーバスに出演し、フリースタイル MC を披露。ヒップホップ界の大物であり名プロデューサーのドクター。 奴隷に見出され、奴隷のレーベル、アフターマスエンターテインメントと契約し、1999年にザ、ザスリムシェイディ EP をベースにメジャーデビューアルバム、ザスリムシェイディ LP をリリース。ベイビルボードチャートで最高位に、いきなり全世界で600万枚を超えるセールスを記録し、グラミー賞最優秀ラップアルバム部門受賞。一気に、スターダムにのし上がった。2作目のアルバム、 本名を冠したザ・マーシャル・マザーズ LP を2000年に発売。発売から1週間で179万枚を売り上げ、ソロシンガーまたはヒップホップミュージシャンによるアルバムの世界最速最多売り上げ記録としてギネスブックに認定される。最終的に前作を遥かにしのぐ1700万枚以上売り上げたが、収録曲ザ・リアル・スリム・シェイディでは歌詞にミル・スミス、 ブリトニー・スピアーズの名前が上がり、訴訟騒ぎにもなる。さらにこのアルバムが、グラミー賞最優秀アルバム部門へ、ノミネートされると、以前からエミネム自身と彼の歌詞を抗議している、同性愛者の権利団体グラッドがこれを非難したが、同性愛者のミュージシャンであるエルトン・ジョンは、エミネムを、ジミ・ヘンドリックスや、ミック・ジャガー、ジェームス・ブラウン、アレサ・フランクリンのような伝説的ミュージシャンと同等と、 称賛し、2001年2月21日グラミー賞の受賞式、同26日ロンドンでのブリッドアワードでエミネムとの共演を果たした。自身のアルバム制作以外では、地元デトロイトの仲間と共に結成したヒップホップユニット D12 に参加。ビッグになったらまた組むとした名優との約束を果たしている。2001年6月に発表された D12 のデビューアルバム、 デビルズナイトは初登場1位を記録した。2002年3作目のアルバムザ・エミネム賞の発売と愛前後して半自伝的映画8マイルに主演。主題歌ルーズ・ユア・セルフで2003年度アカデミー歌曲賞を受賞。ヒップホップアーティストとして初となるアカデミー賞受賞を成し遂げた。なおザ・エミネム賞は アメリカでの初動売り上げは132万枚。累計売り上げはアメリカで930万枚、全世界で1900万枚以上を売り上げ、2002年に世界で最も売れたアルバムとなる。2004年4枚目のアルバムアンコールからのシングルカット曲 Just ルーズ e It の PV ではマイケル・ジャクソンの幼児虐待疑惑や花の整形を皮肉ったモノマネを披露し、 マイケルや彼のファンから反感を買うこととなり、この PV の放送を中止する放送局も現れた。また、米国大統領選の1週間前、アンコール収録局、モッシュの PV をインターネットで公開し、反ブッシュの考えを明らかにした。また、2004年にアップルがルーズ・イワセルフを無断利用した CM を放映し、訴訟へと発展したが、その後和解。それまで、 カタクナに曲の提供を断っていたが、2005年10月に iPod の CM でタイアップを正式に言った。プロデュース業に専念するため最後になると言われていたヨーロッパツアー直前の2005年8月、突如体調不良から公演をキャンセル。睡眠薬の過度服用及び依存症治療のための入院が原因とされ、2009年まで薬物依存症は克服できていない。 精神病院に強制入院させられ、閉鎖病棟に隔離されていた。アンコールリリース以降は、G ユニットや OB トライス、ニッパックなどのプロデュース業を中心に活動した。2006年1月14日、復縁が囁かれていた前妻キムと再婚した。G ユニット、OB トライスなどが参列する中、ミシガンのメドーブルックホールにて挙式が行われた。娘のヘイリー、 キムの名、キムの娘と暮らすが、同年4月には再び離婚した。ヘイリーの親権は、共同親権となっている。2006年4月11日未明、地元デトロイトのナイトクラブで、彼のユニット D12 のメンバーであったプルーフが、口論の末、頭や胸に4発の銃弾を受け死亡する事件が、起きた。エミネムは、プルーフが俺をプッシュしてくれたおかげで、今の俺がいる。 あいつがいなかったら今のマーシャルマザーズはいないし、エミネムも、もちろん、スリムシェイディも存在しない。あいつは、俺の一番の親友だった。そして、これからも。とのコメントを残し、プルーフの葬儀では目を赤く腫らし泣いていた。その後、彼は腕に、プルーフの名前をタトゥーとして入れている。2006年12月リリースのコンピレーションアルバム、エミネムプレゼンツザリアップ収録曲。 ユードンとローの PV 以降は、プロデューサーとしての活動が続いた。2009年、先行シングル、クラック・ア・ボトル発売後、5月20日に、リラプスを発表した。クラック・ア・ボトルは、ベイビルボード総合チャートで、初登場1位を記録。リラプスは、アメリカで発売初週60万枚以上を、売り上げ初登場1位となり、事実上、エミネムの復活作となる。 リラプス発売前には2009年内にリラプス2の発売も予定していると報じられ、エミネムはリラプス作中にも続編があると明言した。同年12月にはリラプスにまでファンを待たせたくないというエミネムの意向により、急遽リラプス2新曲 EP をパッケージしたリラプスリフィルが発売された。2010年4月、ツイッターに J.I.Z. のリラプス2と書き込み、 リラプス2のタイトルをリカバリーに変更し内容も改め発売することを発表2010年5月に先行シングルノットアフレード発売後6月にリカバリーを発売アメリカで341万5000枚のセールスを上げ2002年のザ・エミネム賞以来2度目の年間アルバムセールス首位を獲得した初めてのアーティストである2012年5月24日に エミネムは次のスタジオアルバムに取り組んでいると発表。2011年6月、ロイス・ダ・ファイブ・ナインとのコラボレーションユニット、バッド・ミーツ・イービル名義で初の音源となる、ヘル・ザ・シークエルをリリース。全米ビルボードアルバムチャートにて初登場1位を記録した。このアルバムは全米でゴールドディスクを獲得した。2012年8月にリカバリーツアーのアジア公演として、 ザリカバリージャパンツアー2012を公演した。16日に、前島特設会場にて行われ、翌日には、QVC マリンフィールドでの公演では、スペシャルゲストとしてドクター・ドレーも登場した。2013年11月、アルバム、ザ・マーシャル・マザーズ・ LP2 を発売。発売から2ヶ月で、アメリカで170万枚。 世界で290万枚以上を売り上げ、2013年のアメリカのアルバムセールス2位を記録する。エミネムの YouTube 上での公式ビーボページのミュージックビデオの合計視聴回数が20億を突破。また、アルバムザ・マーシャル・マザーズ・ l p ピ2から発表されたシングルの4曲、すべてが全米チャートのトップ20にランクインするという快挙が成し遂げられた。これは、 1964年にビートルズが成し遂げて以来実に49年ぶりの記録となる。2014年6月10日、RIA a がエミネムのシングル Not Afraid を1000万枚売り上げたダイヤモンドアワードとして認定した。彼はすでにリアーナとのフィーチャリング曲 Love the Way 来でも同賞を獲得しておりデジタルダイヤモンドアワードを2つ勝ち取った。 史上初のアーティストだと認定された。1995年に学生時代からの付き合いであったキンバリン・スコットとの間に娘のヘイリー・ジェイドが生まれる。1999年に結婚したが2001年に離婚。しかし2004年の後半から再び交際が始まり翌年に復縁。家族のほか、50セントや D12、OB トライス、G ユニット、 キッド・ロックなど、大勢の身内を招いて、2006年1月14日に、再び挙式したが、同年4月5日に離婚申請を提出し、12月19日に、両者の離婚が確定した。その後は半年ほど、世界的歌姫のマライア・キャリーと交際していたことを、明かしている。1999年には、エミネムの母親が、ザスリム・シェーリー・ LP に含まれる。 歌手中の彼女に関する抽象で約1000万ドルで彼を訴える。彼女は2001年に約 1600US ドルを勝ち取った。さらに彼はコメディ映画スーパーバッドド・ーテー・ウォーズを200回近く見たと公言している。2001年のグラミー賞受賞式にてスタン・ダイドのパートをエルトン・ジョンがピアノで弾き語り話題となった。以降、二人は親しくなり、 エミネムの薬物中毒治療をエルトンがサポートした。ちなみに、エルトンも1980年代まで薬物中毒に陥っていた。2014年5月11日の母の日、エミネムはこれまでずっと確執を抱えてきた母への謝罪としてヘッドライツの PV を公開した。悲惨な幼少時代を過ごした。 彼にとって母のデビーはこれまで憎しみの対象となってきた人物だった。しかしエミネムは母を許し、その証明として今後は彼女を罵倒した曲であるクレニン、アウトマイクローゼットをライブ上で演奏しないということまでヘッドライツの歌詞に記している。そのきっかけとなったのはデビーの重い心臓の病にあるのではないかと推察されている。 病床についている彼女が果たしたいと思った望みは、エミネムと和解し、彼の娘に会うということだった。その事態を受けて、エミネムが行動を起こしたのだと考えられている。娘ヘイリーが最も大切なものと語る子煩悩な父親であり、家では特に言葉遣いを厳しくしつけている。また、エミネムの右腕には、ヘイリーのポートレートが彫られている。 だからこそ、二歳の時に家を出て行った実の父親に、対しては次のように厳しい見方をしている。彼のことは知らない。会ったこともない。聞かれるけど、そうは思わない。なんで、あんなことができたのか理解できない。もし俺の子供たちが地球の裏側に移り住んだとしても、俺は彼女たちを見つけ出す。それは確かだ。金がないとか関係ない。俺が何も持ってないとしても、 子供は見つける。だから、弁解の余地はない。60ミニッツにおけるエミネムインタビューエミネムの元妻、キムがメディアでエミネムに対し侮辱的な発言をし続けることが原因で裁判を起こし、結果的には双方が公の場で互いを侮辱する発言はしないことで和解。この裁判にて二人は互いに譲らず長期戦となると思われていたが、 双方の弁護士がまだ11歳の娘が生活していく上で両親の不仲は障害になると悟したことですぐに沈静化した。1999年にエミネムの母親はエミネムが彼のアルバムザスリム・シェーディ・ー LP で彼女のことを誹謗中傷したとして約1000万ドルの訴えを起こした。そして2001年に損害賠償として1600ドルを受け取っている。 2000年6月3日、エミネムは、ミシガン州、ロイヤルオークの車載オーディオストアで、ダグラス・ドイルとの口論中に、弾の入っていない銃を取り出し、地面に突きつけたとして、逮捕されている。次の日、ミシガン州ウォレンで、再び逮捕されている。ホットロックカフェの駐車場で、彼の妻が、ジョン・グレーラとキスしているのを見かけ、ジョンに暴行を働いたことによる逮捕だった。 エミネムはジョンをアルバムザ・エミネム賞のザ・キスで叩いている。エミネムは認可なしの武器の所持と暴行の容疑で有罪を受け、2年間の保護観察処分を受けている。しかし、グレーラへの暴行容疑においては、探願書によって取り下げられた。2000年7月7日、キムはリストカットによって自殺を試みたが一命は取り留めた。そしてその後、彼女は キムという曲の中で自分があまりにも悲惨に死んでいることを述べエミネムを名誉毀損で訴えた。2000年10月26日エミネムはカナダのトロントでの公演を予定していたがオンタリオ州検事総長のジム・フラーティは私は個人的に女性に対する暴力を主張しながら今まさにこの場所に来ようとしているようなものには数とたりともカナダに来てほしくないと述べエミネムは 入国を許されるべきではないと主張した。彼はさらに、キリューの、スラト、ユーシンク、アイボントチョークのホア、ティルザ・ボーカル・コーズ・ドント・ワーク・イン・ファース・ロート・ノー・モア、という部分を見たとき、彼は著しく、気分を害されたとも述べた。民衆の彼に対する反応は、否定的なものだったが、リベラル、MPP のマイケル・ブライアントはエミネムを、 言論の自由も考慮に入れた上で入国を禁止にしてしまえばエミネムの女性への誹謗中傷に対する主張に対するヘイトクライムが起こるだろうと述べたローバート・エベレット・グリーンはグローバルメールの編集で攻撃的なのがエミネムの持ち味だと書いているエミネムのコンサートは予定通り行われた衛星誌のダンジェロ・ベイリーは2001年にブレーンダメージという曲でエミネムが ベイリーのことをとんでもないいじめっ子として描き、嘘の役割としたものを公表の情報にして、彼のプライバシーに侵入したとして、エミネムを非難し100万ドルで訴えている。しかしながら、ベイリーはエミネムをいじめていたことを認めており、さらに彼は、単にエミネムにぶつかっただけや、少し押しただけと言っている。2003年10月20日に、この訴訟は却下されている。 裁判員のデボラ・セルビートは、彼女が持つ、ラップのような因子に対する意見を、歌手というものは誇張されているものということは明らかだと、しながら書いている。2001年6月28日、エミネムは1年間の保護観察及び、地域社会奉仕を宣告された。また、ヒップホップレーベルのサイコパシックレコードの、従業員との論争から、武器所事料として、 約2000ドルの罰金を課せられている。2002年3月31日、フランス人、ジャズピアニストのジャック・ルーシェは、エミネムとドクター・ドレイを1000万ドルで訴えている。彼の主張は、シングル、キル・ユーのビートが彼の演奏を、プルションから来ているというものだった。ルーシェは、ザ・マーシャル・マザーズ LP の販売を取りやめること、残ったものすべてを破棄することを要求した。 裁判は2004年6月に行われ、後に解決へと至った。2003年12月8日、アメリカが収穫シークレットサービスは、エミネムが彼の曲、We As American's の歌詞の、Fuck Money, I Don't r a p For, Dead Presidents, I Don't rather See the President Dead, It's Never Be e n Set What, I Set, Presidents, という部分が、 当時の大統領であるジョージ・ W ・ブッシュを脅しているという主張に対する調査を進めていると報告した。この出来事はエミネムのシングルモッシュのミュージックビデオにブッシュ大統領のキャリアの中での不幸な出来事についての壁掛け新聞の記事として登場している。We As Americans はアルバムアンコールのボーナストラックに該当の歌詞が変えられて搭載されている。 2007年、エミネムの音楽出版社、エイトマイル、スタイルとマーチンアフィリー・イテッド・ミュージックは、アップルとアフターマスエンターテイメントを、iTunes における、エミネムの93曲のダウンロードをめぐるアップルとの取引の交渉をアフターマスがすることは承認されていないとして訴えている。このアップルをめぐる件は、2009年9月後半に裁判が始まった後手短に片付けられている。 2010年7月、第9巡回区構想米国裁判所は、FBT プロダクションズ、LLCV アフターマスレコーズに対して、アフターマスレコーズにエミネムをレコーディングする権利を、アップルやスプリントコーポレーション、ネクステルコミュニケーションズ、シングラー、T モバイルなどと同様に与える代わりに、アフターマスのネット収益のうち50%の、 印税をエミネムに対して支払う義務を与えるという判決を下した。2013年10月、エミネムはシカゴを拠点とするラップグループホッツタイルズの大ヒットシングルルッキンボーイをエミネム自身のヒット作ラップゴッドにサンプリングした。それに対してグループはエミネムは何の取引も埋め合わせもなくそのサンプルを使う許しを得ていなかったと主張した。 2013年11月、ホッツタイルズはエミネムに対するディストラック、ラップフラウドをリリースした。その曲はエミネムの曲のうちいくつかをサンプリングしており、さらにエミネムが彼らと取引しなかったことを批判している。2015年1月、TMZ はホッツタイルズがエミネムと彼のレーベル、シェーリーレコーズを彼らの元しなく、ルッキンボーイの25秒のサンプルを ラップゴットに用いたことに対して800万ドルで訴えていることを報道した。ありがとうございます。